そうそんな。これちょっと、ね、あれでは切ってその置いてほしい。ここめっちゃ重いけど。フレームを外したら、こんな感じになります。これが響板です。これがピン板というやつです。今からフレームを乗していきます。
と、それまず抜いて。じゃあ、ピンク、ピンク。負けた。で、これ、一個と。このままやから、あの、困ったってなったんだからな。こっちを。あ、こっちまだ全然抜いて。ちょっと大橋のせーの。そっち入ったもん、ね、入った、こっち入った。でもうちょっと前、いや入った。やっぱり斜めに違う、入らないんだ。うん、もうやな、もうちょっとやな、もう違う。うん、うん、一つ置きもか。これと違うんです。え、違う、これ、こことここの。あ、ほんまに。もう1ミリぐらいの。オッケーオッケー。抜いてるよ。これでちょうどぐらいぐらいな。新しいピンブロックの打ち込みが終わりました。このままでは穴が小さすぎてチューニングピンが入りませんので、少し穴を広げるために穴を開けていきます。ここが穴開け終わったところです。穴が開け終わりました。では今から弦を張っていきます。